じゃあよし始めよう。はい、お願いします。はい、じゃあ本日はアルビレックス新潟の瀬口選手に来てもらいました。はい、お願いします。あの、俺は移籍、セグがこう、JFL、J2、個人の、あれだよね、昇格、個人昇格はしてるわけじゃん。はい。それ、何、うまくいってるけど、代理人？ちょっと待って、さぬきはクビ？満了？さぬきは、まあ、いろいろあって、満了にしてもらって、何そのなんかちょっと膨らました。まあずっとさぬきでやりたい気持ちはあったんですけど、まああの時で9年やったんですけど。9年もいたんだセグ。はい。まあ J2 に戻れなかったりだとか、 J3 1年戦ったじゃないですか。俺とセグ一緒にアウトって出てった？タイミングっすよ。そうなんだ。はい。いや、俺、一緒に誰がアウトになったか全然覚えてない。結構いっぱいいたんじゃないですか、あの時。けどね。あ、そうだ。いっぱいいたな。そうだ。はい、そうだ。みんな最後、社長に怒ってたもんな。そうっす。みんな怒ってたよな。やばかった、マジで。あれはやばかったわ。なんか、途中で社長来て、な、全然喋ったことなくて、あんまよく分かってなくて、まあな、いろいろあるだろうし、今、まあ、1年目だったっていうのもあるし、まあ、いろいろ難しい部分もあったと思いますよ。な、うん。まあまあ、今思えば、全然、なんか、選手って、わがままだなと思いながら思えるけどね。まあ選手だけの立場で言うとね、あの時はあれ。そうだ。瀬口、こう、キャリア昇格してって、徳島はアウトじゃない？徳島は、いや、アウトじゃなくて、たまたま新潟がキーパー2人の時があったの。あの、1人怪我、長期で離脱の選手が出て、うんうんうん、2人しかいない状態になって、ちょうどその時徳島が5人体制でキーパーが。で、それならっていうことで、ちょっと挑戦したっていうか、途中？いや、キャンプ終わりぐらいなんで、途中でもないですよね。まあ途中ですけど、第2節ぐらいからもう、合流したんで。いや、それ途中でしょ、余裕で。途中っすね。そうなんだ。はい。そもそもキーパーってさ、何人が大体通常？ 3 人？大体4人じゃないですかね。あ、大体4人。はい。3人で結果が出たときに、もう一人怪我したらサブがいないみたいな状態になるんで。ああ、そうだね。確かに。ベターかなと思いますよ。大体4人ね。けどね、その財政的な部分もあるし。セグ、誰にいる？サヌキをアウトになって、うん、チームを探してるときに、うん、その徳島の話を持ってきてくれた代理人に。契約したんだ。はい。ま、ほんと知り合いではあったんですよ。その大学の時の海外生の通訳をされてた方で。劉慶って何？外人いるの？外国籍の選手というか、そんな全然喋れないみたいな選手はいなかったですけどね。単純にその僕らがイタリアに遠征行った時の通訳をされてた方です。うん、ああ、そういうことね。はい。すごいね。でもね、新潟持ってきて。新潟はまあ、その、たまたま練習試合があって、徳島と。ああ。その時に、その、強化部長同士が。ああ、はい。どんどん、いい環境に。でも、徳島と新潟だったら、まだ新潟の方が環境いい？そうですね。新潟の方が環境いいですね。徳島でもいいと思ってたのにな、さぬきからしてみれば。十分です。本当だよな。やっぱそれってさ、はい、これなんて言えばいいんだろうな。全然ストレートに。ストレート。いや、金は上がってんのじゃ。あ、金は上がってますよ。あ、上がってんだ。
あの日から徳島も上がってるし、うん、でまあ徳島のから新潟はレンタルで行ったんで、その年は一緒だけど、うん、次の年からは上がってます。あ、やっぱあれだよね、 J1 とかベースが違うもんね。そうですね、そうだよね、はい、讃岐とは雲泥の差だよな、それはな。まあその当時のね、え、ね、JBL の時働いてた？働いてましたよ、あの居酒屋。え？居酒屋 の、 あのキッチンしてました、あの食器洗ったり。そんなのできんの？なんかもう機械に通すだけなんで。でもあの料理を覚えたりとかは結構難かったっすよ。なんかちょっと遺跡の裏話みたいなのは、じゃあセグは交渉してないから全然別にあれか。そうですね、もう流れに身を任せてじゃないですけど。そうだよね、代理人がいくらって言ってるけど、ああまあじゃあいいですみたいな。はい、まあお金に関しては全然なんかどうこういうあれはないなと思って。うん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 。あの俺は昔の情報だと、その第1キーパー、はい、第2キーパーとかっていうのが前も多分話したと思うんだけど、そういうのがなんか乗っかってくるって聞いたことがあるから。あ、そういうのってやっぱりあったりすんの？いや、そんな風には言われたことないですけどね。なんか第三だけど頑張ってくれとかっていう感じで言われたことはないです。じゃあ今はそういうのないんだね。もう昔なんだね、じゃあ。まあ第三だからあの試合に全然出れないかって言われたらそういうわけでもないんで、怪我が出て累積とか重なったりもするし、今のご時世。多分さ、俺が聞いたの多分名古屋だと思うんだよね。なんかそんな話で聞いた気がするなと思って。だから、あ、キーパーってそういうのがあったりするんだって。まあ、まあ、どうすかね。ファードとかもでも1枚は決まってるとかさ、はい、そういうのはあるけど、はい、外人がいてこいつが1枚鉄板で考えてるからこいつの相棒を探してんだよねとかさ、あ、そういうのはあるけどさ、はい、あ、まあまあまあそんな感じか。じゃあキーパーも、なんかキーパーは俺特殊だなってすげえなんか思ったんだよね、その時。まあちょっと第1話はこれぐらいにして、はい、セグのお金の話も聞けたし、あ、まあでもね、ほんとすごいね。ちょっと、いや僕の力じゃないですけどね。いやいやいや、それも全てお前の力だから。まあお前で全部なんていうの、お前だけの力かっつったらそれは絶対違うよ、はい、うん、けどね、それも含めてやっぱお前の力だじゃん、それはそれで。